永達の門。一夜ごとに落ち葉がたまる。庭内を掃き、門を開け、落ち葉の山に火をつけて、門番が朝飯を食べている頃、北条新蔵は朝の素読と家臣相手の激剣の稽古を終え、汗の体を井戸端で拭いて、ついでに馬屋の馬たちの機嫌を覗きに来る。中元、へい、栗毛は夕べ帰らなかったな。馬よりはあの子は一体どこへ行っちまったんでしょう。いおりか、いくら子供は風の子だって、まさか夜通し駆け歩いているわけでもないでしょうに。心配はない。あれは風の子というよりは野の子だからな。時々野原へ出てみたくなるに違いない。門番のじいがそこへ走ってきて彼に告げた。若旦那様、お友達の方が大勢してあれへお越しなさいましたが。友達が。心臓は歩き出して玄関前に固まっている五六名の青年たちへ声をかけた。いやあ。すると青年たちも、ようと、浅寒顔を揃えて彼の方へ近づいてきながら、しばらく、お揃いで、ご検証か。この通りだ。お怪我をなされたと噂に聞いていたが、何、さしたるほどではない。早朝から諸兄お揃いで何事か御用でも。うん、ちと。五六名は顔を見合わせた。この青年たちは皆旗本の子弟とか儒官の子息とかそれぞれ叱るべき矢の子であった。また先頃までは、小畑官兵衛の軍学所の生徒でもあったから、そこの教頭だった心臓からすれば、軍学の弟弟子にあたる者たちである。あれへ行こうか。心臓は平庭の一隅に燃えている落ち葉の山を指さした。その焚き火を囲み合って、寒くなると、まだここの傷口が痛んでな、と、襟元へ手を当てた。心臓のその刀傷を青年たちは、こもごも覗いて、相手は、やはり、佐々木小次郎と聞きましたが、そうだ。心臓は、目にいぶる煙に顔を背けて、沈黙していた。今日ご相談に参ったのは、その、佐々木小次郎についてでござるが、某子官兵衛先生のご子息、与五郎殿を討ったのも、小次郎の仕業と、やっと昨日知れましたぞ。多分、とは思っていたが、何か証拠が上がりましたか。与五郎殿の死骸が発見されたのは、例の、芝居伊皿尾の寺の裏山でした。あれから我々が手を分けて詮議してみると、伊皿子坂の上には細川家の重臣で岩間角兵衛というものが住まっており、その角兵衛の宅の離れに佐々木小次郎が帰居していたことが知れたのです。うん。では、与五郎殿は単身でその小次郎のところへ、帰り討ちにおなりなされたのです。死骸として裏山の崖から発見された前日の夕方、花屋の親父がそれらしいお姿を付近で見かけたということで、方々小次郎が手にかけて崖へ死骸をけこんでおいたことは、もはや疑う余地もございません。話はそこで切れて、幾人もの若い瞳は断絶した死家の恨みを落ち葉の煙の中に悲痛に見つめ合っていた。
に。で、心臓は火にほてった顔を上げ、それがしに相談とは、青年の一人が死刑の今後です。それと、小次郎に対する我々の覚悟のほどを、他の者がまた、あなたを中心に決めておきたいというわけで、と言い出した。心臓は考え込んでしまう。青年たちはなお口を極めて、お聞き及びかもしれぬが、佐々木小次郎は折も折、細川忠俊公に抱えられ、すでに藩地へ向け旅立ったということだ。ついに我々の死は憤死せられ、ご子息は帰り討ちに遭い、しかも同門の多数も彼に蹂躙されたまま、彼が栄達の晴れの台風を虚しく見ていなければならないのか。心臓殿、残念ではないか。おばた門下としてこのままでは、誰かが煙にむせる。落ち葉の火から白い灰が舞う。心臓は依然黙りこくっていたが、果てしない同門たちの悲憤のやりとりに、何せい拙者は小次郎から受けた刀の傷跡が、この寒さにまだしんしんと痛んでおるに、いわば恥多き歯医者の一名だ。差し当たって策もないが、おのおのとしては一体どうなさろうというお考えか。細川家へ断じ込もうと思うのです。なんと、逐一いきさつを述べて小次郎の身柄を我々の手に渡してもらいたいと。受け取ってどう召さる。帽子とご子息の墓前に、キャツの神戸を手向けます。縄付きで下さればよいが、細川家でもそうはいたすまい。我々の手で打てる相手なら、今日までにも当に打てている。また、細川家としても、武芸に長けたところを買って召し抱えた佐々木小次郎。おのおのから渡せと言っても、かえって小次郎の武芸に、箔をつけるようなもので、そういう勇者なればなおさら渡せぬと出るに違いない。一度家臣とした以上、たとえ新規召し抱えであろうと、おいそれと渡すような大名は、細川家ならずとも、どこの藩でもないと思うが、さすればやむを得ぬ、最後の手段を取るばかりだ。まだ他に手段があるのですか。岩間角兵衛や小次郎の一行が立ったのは、つい昨日のこと。追いかければ道中で行き着く。貴公を先頭にして、ここにいる六名、その他、小畑門下の疑心ある者を急応して、旅先で撃つと言われるのか。そうです。心臓殿。あなたも立ってください。わしは嫌だ。嫌だと。嫌だ。なぜです。聞けば貴公は、おばた家の名跡を継いで、帽子の家名を再興すると伝えられておる身なのに。自分の敵とする人間のことは、誰しも自分より優れていると思いたくないものだが、公平に我と彼とを比べれば、剣によっては、所詮我々の手に倒せる敵ではない。たとえ同門を急防して何十人で襲おうとも、いよいよ恥の上乗りをするばかり。では指を加えて。いや、この心臓にせよ、無念は一つだ。ただわしは、時期を待とうと思う。気の長い。一人が舌打ちすると、逃げ工場だ、と、罵る者もあって、もう相談は無用と、落ち葉の灰と、心臓をそこに残して、
血気な早朝の客はわらわら帰ってしまった。入れ違いに門前で蔵から降りたイオリは馬の口輪を引っ張ってカツカツと庭内へ入ってきた。三、馬屋に駒をつないで、新蔵おじさん、こんなところにいたの。焚き火のそばへイオリはかけてきた。おお、帰ったか。何を考えているの？え、喧嘩したのかい、おじさん。なぜ？だって今、おいらが帰ってくると、若い侍たちが、プンプン怒って出て行ったもの。見損なったの、腰抜けだのって、門を振り返って、悪行を叩いて行ったよ。はっはっはっは、そのことか。心臓は笑い消して、それよりは、まあ、焚き火にでも当たれ。焚き火なんかに当たれるものか、武蔵野から一息に飛ばしてきたので、おいらの体はこの通り湯気が立っているよ。元気だな。昨夜はどこに寝たか。あ、心臓おじさん、武蔵様が戻ってきたよ。そうだそうだな。なんだ、知ってるの？タクアン殿が言われた。多分もう秩父から離されて戻っている頃だろうと。タクアンさんは？奥に、と、目で刺して。イオリ。え？聞いたか。何を？お前の先生が出世なさる吉事だ。途方もない喜び事だ。まだ知るまいが。何？何？教えてよ。先生が出世するって、どんなことさ。将軍家ご師範役の列に加わって、人方の喧騒と仰がれる日が来たのだ。え、ほんと？嬉しいか。嬉しいとも。じゃあもう一遍馬を貸してくれないか？どうするのだ。先生のところへ知らせに行ってくる。それには及ばぬ。今日のうち正式に閣楼から武蔵先生へお召し状が下がるはず。それをもって明日は辰の口のお控えどころまで参り、途上のお許しが出れば即日将軍家に拝謁することになろう。だから老中のお使いが見え次第にわしがお迎えに行かねばならぬ。じゃあ先生がこっちへ来るの？うん。うなずいて心臓はそこを離れて歩き出しながら、朝飯は食べたか？うん。まだか。早く食べてこい。彼と話しているうちに、心臓はいくらか幽門が軽くなった。憤怒して去った友達の行く先に、まだ幾分かの気がかりは残していたが、それから一時ほどのうち、閣楼からの使いが見えた。タクアンへ宛てた書簡とともに、明日、辰の口、伝送屋敷の控えどころまで、武蔵を召し連れて、出頭あるようにという達しであった。心臓はその胸を受けて、牙となり、別に一頭のびびしい乗り換え馬を中間に引かせて、武蔵の草庵へ使者として出向いた。お迎えにと訪れると、武蔵はちょうど権之助を相手に、日向で子猫を膝に乗せて何か話していた折だったが、いや、こちらからお礼に出るつもりでいたところ、と、そのまますぐ迎えの駒に乗った。四。人屋から解かれた武蔵には、また将軍家師範という栄達が待っていた。だが、武蔵は、それよりも、タグアンという友、阿波の神という知己、心臓という好ましい青年などが
自分のような一介の旅人に席を温めて待ってくれる志の方に遥かなありがたさと人間の世の限りなき隣の恩を思わせられた。あくる日、すでに北条不死は彼のために一重ねの衣服と扇子、懐紙などまで整えて、めでたい日、お心爽やかに行って参られい、と朝の膳は赤いご飯、頭付き、あだかも我が家の元服でも祝うかのごとき心入れであった。この恩情に対して、また沢庵の好意を汲んでも、武蔵は自分の望みばかり固辞していられなかった。秩父の獄中でも深く考えてみたことである。宝天ヶ原の開墾に従事しておよそ二か年足らずの間、土に親しみ、農田の人々と一緒に働いてみて、自己の兵法を大きな遅刻や競輪の政治に生かしてみたいという野心は、かつて本気で抱いてみたことであるが、江戸の実情と天下の風潮、まだまだ決して彼が理想するようなところまでには、実際において来ていない。豊臣と徳川と、これは宿命的にも大きな戦争をまだあえてやるだろう。思想も人心もためになお混沌たる暴風期を突き抜けなければならない。そして関東か上方か、いずれかに統一を見るまでは、政権の道も遅刻の兵法も、言うべくして行われるわけはない。明日にもそうした大乱があるとする。その場合に自分はいずれの軍へ着くべきだろうか。関東に加担するか、上方に走って味方するべきか、それとも世をよそに山へ分け入って天下の静まるのを草を食って待っているべきだろうか。いずれにせよ、今将軍の一師範になってそれをもって甘んじてしまったら、自分の道号もまずは知れたものと言えよう。朝の日の輝く道を彼は式服を着、見事な蔵の駒にまたがり、栄達の門へとそうして一歩一歩近づいておりながら、なお心のどこかでは満足しきれないものがあるのだった。下馬と考察が見える。伝送屋敷の門だった。玉砂利を敷き詰めた門前に小松なぎがある。武蔵がそこで降りていると、すぐ一名の役人と馬預かりの小物が飛んでくる。昨日、ご老中よりのご視察により、お召しを受けたまわってまかりこした、宮本武蔵と申す者でござる。控えどころ詰め、お役人方まで、お申し入れ願わしゅうございます。この日、武蔵は、元より、ただ一名であった。しばらく待つ間に、こなたへと別な案内が先に立つ。お沙汰あるまでこれにお控えください。乱の的でも言うか、エブスマ一面に春乱と小鳥が描いてある。長さ二十畳の広い部屋である。茶花が出る。人の顔を見たのはそれだけで、あとはおよそ小半日も待たされた。襖の小鳥は鳴かず、描いた蘭は匂いもせぬ。武蔵はあくびを催してきた。五。やがて閣老の一名であろう。斜眼白髪の見るからに凡庸でない老武士が、武蔵殿でおわすか。長々お待たせして、無礼お許しを。あっさりそれへ出てきて座った。
ふと仰ぐと川越の城主である酒井忠勝であった。けれどここでは江戸城の一理事に過ぎないので、寺社一名をそばに連れただけで、至極格式にとらわれていない風である。お召しによって、と武蔵が、これは先方が意に作ろうと稲戸にかかわらず、長者に対する陰銀な礼をとって、ひたと平伏しながら、作州浪人、新面師の族、宮本無二歳せがれ、武蔵と申しまする者、将軍家御内衣の赴きに、御城門先までまかり入れましてござります。忠勝は肥えた二重顎を小さく何度もうなずかせて、大義、大義で大ざった、と受けた。そして、やや渋った面持に気の毒そうな目を持ちながら、時に、かねて、たくあん和尚や、阿波殿などから、ご推挙あった底元の士官の儀、昨夜に至って、いかなるご都合代わりにや、にわかにお見合わせというお沙汰じゃ。我らにも死と下しかねるので、ご事情のほど、またご再考もあらばと、実は今の今まで、御前において、再評議もあったのじゃ。しかし、せっかくのことではあったが、この度の儀は、やはりご縁のないこととなり終わった。と言って、忠勝は、慰める言葉もないように、また、器用法変。浮世のありふれごと、前途の沖にさえられなよ。人事すべて、眼前を見ただけでは、何がこう不幸とも申されんで。武蔵は平伏のまま、は、と、なおひれ伏していた。忠勝の言葉は、むしろ耳に暖かく聞こえた。同時に、胸の底から湧き出る感激が身を浸した。反省はあっても彼とて人間である。もし無事に任命があったら、このまま幕府の一理事となって、かえって大禄や栄誉が剣の道号を若木で枯らしてしまうかもしれない。お沙汰の趣、相わかりました。ありがたく存じまする。自然そう言ったのである。不真面目などという気は毛頭なかった。皮肉もない。彼としては、将軍以上のものから、一師範役以上の、もっと大きな任を、その時、神の言葉をもって、胸に授けられていた。神妙な、と、忠勝は、その手を眺め入って、四字ではあるが、聞けば、底元には、武変に似合わぬ。風雅のたしなみもあるそうな。なんぞ将軍家へお目にかけたいと思う。俗人どもの中傷や陰口には答えるようもないが、かかる折、器を方変を超えてたしなむ芸術に己の真相を無言に残しておくことは少しも差し支えなかろうし、講師の答えと、わしは思うが、武蔵が彼の言葉を心に説いているうちに、忠勝は、五穀までに、と席を立った。忠勝の言葉のうちには、器を方変とか、俗人たちの抽象とか、陰口とか、いうことが、幾度か意味ありげに繰り返されていた。それに答えるようはないが、潔白な武士の真相は示しておけ。暗にそう言ったように、武蔵には説かれた。そうだ。自分の面目は泥に任そうと、
自分を推挙したまわった人たちの面目を汚しては、武蔵は広間の一隅にある純白な六曲屏風に目を留めた。やがてこの伝送屋敷のたまりの小侍を呼び、酒井殿の仰せに任せて一筆余儀を残して参りたいゆえ、最も良い墨と古い朱と少量の青い絵の具とをお貸し下げ願いたいと言った。六。子供の頃は誰でも絵を描く。絵を描くのは歌を歌うも同じだ。それが大人になると決まってみな描けなくなる。生半可な知恵や目が妨げるからである。武蔵も幼少の時はよく絵を描いた。環境の寂しかった彼は特に絵が好きだった。だが、その絵も13歳から20歳過ぎまでの間はほとんど忘れていた。その後、諸国を修行中、多くは宿泊する寺院で、ある時は危険の邸宅で、しばしば床の間の軸や壁画に接する機会が多くなり、描かないまでもまた興味を持つようになった。いつだったか、本阿弥光悦の矢で見た了解のリスに落ち栗の図を見、その素朴なうちに持つ王者の気品と墨の深さをいつまでも忘れなかったりしたこともある。多分、あの頃からであったろう。彼が再び絵に目を開き出したのは、北宋南宋の気品、また東山殿あたりからの名称の方が、それから現代画として行われている三楽だの優勝だの加納家の人々の作品など、折あるごとに武蔵は見てきた。自然、その中に彼の好き不好きがあった。了解の剛健な筆色は、剣の目から見ても巨人の力を受けるし、海宝優勝は根が武人であるだけに、晩年の節操も絵そのものも死とするに足ると思った。また、落外の滝の元坊にいるという陰層の画人、松花堂少将の短美な即興風のものにも心を惹かれた。沢庵とも深い友達であると聞いて、さらに親しい気持ちをその絵に持っていた。けれど、自分の歩まんとする道とは、行く末は、一つ月を見るところに落ち合うまでも、遠い別な世に住む人のような気がするのでもあった。で、時には、人には示さぬものとして、密かに自分でも書いてみたりした。だが、彼もいつの間にか、やはり書けない大人になっていた。知が働いて、性が働かないのだ。うまく書こうとばかりして、真の流露というものが表せない。嫌になってもうよした。だがまたふと何かに環境を呼び起こされて、人知れず書いてみる。了解を模し、優勝を習い、時には松花堂の風を真似たりして。しかし、彫刻は2、3人にも示したが、絵はまだかつて人に見せた試しはない。よし。それを今彼は書いてしまった。しかも、六曲半奏へ一気に。試合の後、ほっと息づくように胸を上げて、静かに筆線へ筆の先を沈めると、書き上げた我が絵に一個もせず、伝送屋敷の控えの広間から
さっさと退出してしまった。門。武蔵は、そこの豪壮な門をまたいで、ふと振り返った。入るが栄達の門か、出るが栄光の門かと。人はなく、まだ濡れている屏風のみが残されてあった。一面に、武蔵野の図が書いてあった。大きな旭日だけを我が単身と誇示するように、それだけに朱が塗ってあって、あとは炭一色の秋の野だった。酒井忠勝はその前に座ったまま、黙念と腕を組んでいることしばし、ああ、野に虎を逸したと一人うめいた。天音一。武蔵は何か思うところがあったのか、その日、辰の口御門を去ると、牛込の北条家には戻らず、武蔵野の草庵へ帰ってしまった。留守をしていた権之助は、おう、お戻りとすぐ、駒の口輪を取りに、外へ飛び出してくる。いつになく、のり目のついた式服姿の武蔵、びびしい螺鈿の蔵など、さては今日のうち途上も済み、守備も上々に、就任の沙汰は決まったものと、権之助は早飲み込みして、おめでとうござりました。はや、明日からでもご出仕でござりますか。武蔵が座ると、医務代の裾に、彼も座って手を使えながら、喜びを述べるつもりですぐ言った。武蔵は笑って、いや、沙汰闇になった。え？喜べ、権之助。今日になって、にわかに踊り消しという沙汰。はて、腑に落ちぬことで、一体どういうわけでございましょう。当うに及ばん、理由など正して何になろう。むしろ、天意に謝していい。でも、その方まで、わしの栄達が、江戸城の門にばかりあると思うか。とはいえ、自分も一時は野心を抱いた。しかし、わしの野望は地位や禄ではない。おこがましいが、剣の心を持って正道はならぬものか、剣の悟りを持って安民の策は立たぬものか、剣と人倫、剣と仏道、剣と芸術、あらゆるものを一道と感じきたれば、剣の神髄は、祭りごとの心にも合致する。それを信じた。それをやってみたかったゆえに、幕士となってやろうと思った。何者かの残素があったのか、残念でござりまする。まだ言うか。吐き違えてくれるな。一時はそんな考えも抱いたことは確かだが、その後になって、ことに今日は、滑然と教えられた。わしの考えは、夢に近い。いえ、そんなことはござりません。良い祭りごとは、高い剣の道と、その心は一つと手前も考えまする。それは誤りはないが、それは理論で実際でない。学者の部屋の真理は、世俗の中の真理とは必ずしも同一でない。では、我々が極めていこうとする真理は、実際の世のためには役立ちませんか。バカな、と武蔵は怒るがごとく。この国のあらん限り、世の様はどう変わろうと剣の道、マスラオの心の道が、無用な技ごとになり終わろうか。はあ。だが、深く思うと、祭りごとの道は、武のみが本ではない。
文武二道の大炎明の今日こそ、無欠の政治があり、世を生かす大道の剣の極致があった。だから、まだ乳臭いわしなどの夢は夢に過ぎず、もっと自身を文武二天へ献上に仕えて磨きをかけねばならん。世を祭りごとする前に、もっともっと世から教えられてこねば。そう言った後で、武蔵はニヤニヤと笑った。抑えきれない自重を漏らすように。そうだ、ゴンノスケ、硯はないか。硯がなくば、やたてを貸してくれい。二。何か書面をしたためて、ゴンノスケ、大意ながら、使いに行ってもらいたいが。牛込の北条殿のお屋敷へでございますか。そうだ。一切、武蔵の心は、諸中にある。たくあん殿、阿波殿へ、そちからも、よろしゅう、お伝え申し上げてくれい。武蔵は、そう告げて、そうそう。ついでに、いおりより、預かりおるしな、そちの手から、彼へ戻しておいてほしい。取り出して、書面とともに、ゴンノスケの前へ、差し出したものを見ると、それは、いつかいおりから武蔵へ預けた父の形見という古い巾着であった。先生、ゴンノスケは不審顔に膝をすすめ、いかなるわけでございますか。改まっていおりからお預かりの品までをにわかにお返しあるとは。誰とも離れて武蔵はまたしばらく山へ分け入りたい。山ならば山へ、町ならば町の中へ、どこまでも弟子として、いおりも手前も、お供いたす所存にござりますが、長くとは言わぬ、両三年が間、いおりの身は、そちの手に頼む。え、ではまったく、隠遁のご意志で、まさか。武蔵は笑いながら膝を解いて後ろに手を使え、乳臭いわしが今からなんで先に行った体毛もある。あれやこれ、欲もこれから、迷いもこれから。誰が歌かこういうのがあった。なかなかに人里近くなりに行けり、あまりに山の奥を尋ねて。武蔵が口ずさむのを、ゴンノスケは、頭を垂れて聞いたが、そのまま使いの二品を買い中に、ともあれ、夜にかかりますゆえ、急いで参ります。うん。拝借の駒、お馬屋へ、お返し申しておいてくれい。衣服は、武蔵が赤をつけたものゆえ、このまま、頂戴いたしておくとな。はい。本来、辰の口より、今日すぐに、阿波殿のお屋敷の方へ戻るべきなれど、この度のこと、お取りやめのご情あるからには、武蔵の身に、将軍家ご不信あればこそである。将軍家に、直し召さるる阿波殿へ、これ以上のご実婚は、おためにもならぬことと思うて、わざと草庵へ帰ってきた。この儀は、諸中にはしたためてないから、その方の工場にて、あしからず伝えておいてくれるよう。承知いたしました。とにかく手前も、今宵のうちにすぐ戻って参りますから。もう、赤々と、野杖に夕日は沈みかけている。ゴンノスケは、駒の口輪を取って、道を急いだ。死のために貸し与えられた竹の蔵なので、返しに行くには、もちろんその駒には乗らない。誰も見てはいないし、空いている駒だが、引いて歩くのであった。
赤城下に行き着いたのは夜も八つ頃であった。どうしてまだ帰ってこないのか、と北条家では案じていたところなので、権之助はすぐ奥へ通され、書面も沢庵の手で即座に封を切られた。三、使いとして権之助がここに見える前に、この席の人々は、武蔵の就任取りやめの沙汰をある方面から萌え聞いていた。ある方面というのは、やはり幕閣の一員で、その者が言うには、にわかに武蔵の登用が中止になった原因は、閣僚のうちからも、また奉行所方面からも、武蔵の素性や行状について、いろいろ面白くない材料が将軍家へ提出されたためだとある。不合格となった何よりもいけない点は、彼は仇持ちだという風評がさながらにあることだった。しかも火は彼にあって、彼を仇と狙って長年辛苦している者は、もう無素地を超えた年寄りだと聞こえたので、道場は休然としてその年寄りに集まり、武蔵には反対な者が御採用という機会に一時に現れた者らしいとの話であった。どうしてそんな誤解が生じたのかについては、北条新蔵が、いや、そのことなら、その手で当家の玄関へしつこくやって参りましたよと、留守中本意殿家の馬場が武蔵の悪態を並べて立ち去ったことを、初めて父と沢庵の耳に入れたのだった。それでわかった原因が。しかしわからないのは、あんな馬場の触れ事をそのまま信じる世間のやからであった。それも居酒屋や井戸端の集合者なら知らぬこと。分別ぶった相当な人間が、しかも異性者ともある連中が、と今日半日は唖然としていた折なのである。ところへ武蔵の使いとして、権之助が書面をもたらしたので、さては不平の言葉かと開いてみると、一切、権之助よりお聞こえあげたまわるべし、去る人の歌になかなかに人里近くなりに行けり、あまりに山の奥を訪ねて、近頃面白く覚え候て、またいつもの持病かや、旅にさまよいいで候。さの一子は、またの旅でに即興の腰折れ、お笑いたまわるべくそろ。健康を、そのまま庭と見るときは、我は浮世の矢の戸境。なお、権之助が工場で、辰の口から一応は、ご当家へ帰って、一切申し上げるのが順でございますが、すでに幕閣よりご不審の目を持って見られたる身が、心安げにご庭内に出入りする儀はいかがかと、わざと差し控えて草庵へ戻りましたよし、これもし武蔵からの伝言でござりました。そう聞くと、ひとしお北条新蔵も、阿波の神も、名残が惜しまれて、にわかに、なんの、ご遠慮深い。このままでは、こちらの心も、なんとなくすまぬ。沢庵殿、呼び迎えても来ぬかもしれぬ。これより駒を連ねて、武蔵野まで訪れようか。立ちかけると、あ、お待ちください。手前も音もつかまつりますが、いおりへ返せと、死から申しつかってきた品があるので、恐れ入りますが、いおりをこれへお呼びくださいませぬか。
と、彼へ手渡す例の古びた革の巾着を懐中から出して、それへ置いた。イオリはすぐ呼ばれてきて、はい、何ですか？目早く目はもう、そこに置いてある自分の革巾着を見つけている。これを先生からお前にお返しになった。お前の父の形見だから大事に持てとおっしゃった。ゴンの助はそれとともに死の武蔵がしばらく我々と別れてご修行の途に登るから、お前は今日以後当分はわしとともに暮らすことになろうということをも言い渡した。イオリは少し不服顔。だがタクワンがいるし、阿波の神もいるので、はい、と、不祥不祥うなずく。タクワンは、その革巾着が彼の父親の形見と聞いて、イオリの素性についていろいろ正してみると、祖先は、モガミ家の旧姓で、代々、三沢伊織と名乗る家柄だという。何代前かに周家の没落に遭い、戦乱の中で一族は離散してしまい、その後は諸国をさまよって、父の三右衛門の代になって、やっと下総の宝天ヶ原に畑を持ち、農夫となって住み着いていたのだとも、伊織は問いに答えて言う。ただ、よくわかんないのは、オラに姉さんがあるって言ったけれど、おとっつぁんも詳しいことを言わないし、おっかさんは早く死んじまったから、どこの国にいるのか、生きているのか死んだのかわかんない。率直なイオリの答えを聞きながら、タクアンはその由緒ありげな革巾着を膝にとって、さっきからその中の虫ばんだ書き付けや守り袋など丹念に見ていたが、そのうちに驚きの目を見張って、一紙片の文字とイオリの顔とをまじまじ穴の開くほど見比べた末に、イオリ、その姉なら、父三右衛門の筆らしいこの書き付けに書いてあるが、書いてあっても何のことか、オラにも徳願寺のおじゅうじでもわからないんです。よくわかっておる、このタクアンには、と、その一紙片を人々の目の前に広げてタクアンが読んだ。文章は数十行にわたるが、前の方は略して、上倒るるとも、二君を求むる心なく、夫婦して、無天年久しく、卑しき技して歩くうち、人とせ、中国の一時に一条を捨て、伝来の天音一巻を六月に添えて、慈悲の見久しに、この末を祈願し立て祭りて、また他国にさすらう。後、この下うさばらに、一望の奥と他を得、年減るまま思えども、三河を隔てまた消息を絶つの今、かえってこの幸にいかがあるべしなど思い、いつしか歳月の流れに任せ終わん。浅ましきかな、人の親、鎌倉右大臣も歌いける。物言わぬ、よものけだものすらだにも、哀れなるかなや、親の子を思う。さあれ、二君にまみえ、死を追い、名を争うて、武門の果てを汚さんよりは、祖先も哀れとに備わしたもおべし。我が子もまた、この父の子ぞかし、名を惜しむとも、さもしき、あは食べるな。会うことができるぞ。この姉なら、わしも若年からよう知っておる。武蔵も存じておる。いおり、さあ、
お前も行け。たくあんは席を立った。だが、その夜、武蔵野の草庵へ急いだ人々も、ついに武蔵とは会えなかった。夜の明けかけた野杖の果てに、一打の白雲を見たのみである。